注目の2番人気、5番富士奇跡。素晴らしい雰囲気を感じる私一押しの馬娘ですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。6番岩早秀、5番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。4番人気は7番メジロドーベル。これ以上ない仕上がりですね。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝。このレース最も人気を集めているのは三冠ウマ娘ナリタブライアン1番人気です。3番人気にはトリプルティアラのウマ娘キングヘイロー。対抗するのは富士奇跡。実力は1番人気にも引けを取りません。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは里のダイヤモンド、岩早秀、富士奇跡。期待通りの結果を出せるか。1番人気ナリタブライアン。長丁場のこのレースですが、岩早秀早くも先頭に躍り出た。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭を行ったのは岩早秀。2番手の位置で先頭を伺うのはナリタブライアン。そしてその後方にはライスシャワー、さらにはガイラスターレット。内から行く富士奇跡。とどめをついて里のダイヤモンド、内から内からキングヘイロー。一馬身離れてゴールドシティ、メジロドーベル、追走。意気揚々と先頭行きます。岩早秀どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、集団が一つにまとまって混戦状態です。お互いに転戦し合っているようですね。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ6馬身、順位を振り返っていきます。岩早秀まだリードをキープしています。先頭から大きく離されて2番手はナリタブライアン、差がなくライスシャワー。それを見るようにガイラスターレット、すぐに続いて富士奇跡。その後ろからメジロドーベル、外を通りましてキングヘイロー。そしてその内から来たのは里のダイヤモンド。外を回ります。ゴールドシティ岩早秀先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、残り 1000m を通過。先頭は相変わらず岩早秀。続きましたナリタブライアン、外キングヘイロー。4番手メジロドーベル、大欅を越え4コーナーへ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。富士奇跡前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。ナリタブライアン2番手に様子を見守る。最後のコーナー最初に立ち上がったのは岩早秀。外から上がってきたのはメジロドーベル。残り400、抜け出したのは岩早秀です。だが後続も追いつかれる。メジロドーベル抜け出した。メジロドーベルこのまま押し切れるか。残り200、足色は奪えない。メジロドーベルリードは2つ。これはすごい。先頭はメジロドーベル。変わらない。勝ったのはメジロドーベル。最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのはメジロドーベル。タウラス杯の栄冠を見事につかみ取りました。2着里のダイヤモンド、3着に入ったのは美輪早秀。自分を誇るってなれないけど悪くないね。今につながった。走れば走るほど気づかった。